はい、ちょっとですね、今ね、次のね、石井ひろこさんに入る前にちょっと私のね、簡単なお話をさせていただきたいなと思いますけども、今ね、皆さんアウトプットできたよーって方どれぐらいいらっしゃいますか？あ、いいですね、いいですね。はい、で、ちょっとね、さっきじゃあ皆さんアウトプットしてくださいねっていうふうに、まあ、言ってですね、私こういうふうにちょっとこう舞台をね降りようとしました。そしたら目の前からですね、男性が、歩いて近づいてきました。ちょっといいですかって言われて、で、はい、どうしたんだろうって、ね、はい、ね、どうされました、アウトプット三浦さんにしてもいいですかみたいなね、徳永善道さんいらっしゃいますか？徳永善道さん、ああ、ありがとうございます、素晴らしい、はい、ありがとうございます、ね、いや、これって結構すごいことだなっていうふうに思って皆さんにシェアさせていただきたいなと思うんですけど、まあなんか例えば今日ね、僕がこうやって前でね、司会もさせていただいてます、主催者として。で、まあ普通に考えてみたらですね、なんかちょっと忙しそうだなとかね、声をかけちゃいけないのかなって思われて、まあ、遠慮する方って多いと思うんですよね、うん、でも遠慮は不要なんですね、うん、遠慮は不要です。で、まあ、もしね、それがタイミング的にダメな場合もありますね。その時はちょっとごめんねっていうふうに、まあ、普通に断られると思います。で、まあ、やっぱり企業の世界ってやっぱ自分で情報を取りに行かないと、まあ、情報って得られていかないんですね、うん、で、彼はやっぱりですね、こう積極的に、まあ、アウトプットしたいっていうふうに思ったり、まあ、もしかしたら、ね、僕に、お話をしてね、アウトプットしたいと思ってくださいました、ね、で、まあ、もしかしたら忙しいのかなと思いつつも、まあね、遠慮は不要というやっぱりマインドセットで、まあ、情報を、ね、掴みに取りに来てくれたんですよね、はい、でこれが、まあ、本当にね、やっぱりね、起業家にとってだったりとか、まあ、ビジネスにとって、まあ、もしくは人生にとってね、やっぱりすごく大切なことだと思います。まあ、そういうふうに言っている僕でもですね、なかなかね、遠慮しちゃってできないこともたくさんありますけれども、まあ、本当にですね、善道さん自身にね、教えられた気づきでもございましたので、今日皆さんね、参加の目的って書いていただいたと思いますけれども、それを叶えるために積極的に、まあ、遠慮せずにね、自分で言ってください、ね、ちょっといいですか、ね、ちょっと写真撮ってもらっていいですかとかね、ちょっとサインしてもらってもいいですかね、言ってくださいね。ぜひ、遠慮っていうこと、言葉をね、まあ、この、会場から、ね、捨てていただいてね、まあ、もちろんね、節度はね、重要ですけれども、まあ、ぜひですね、積極的に、情報を取りに行ってください。